はい、皆さんこんにちは。ソロバンチャンネルです。まあこのチャンネルはいろいろソロバンについてね、まあじっくりまったり語っているんですけども、まあ最後までね、まあ聞き流しているのでいいんですけども、まあ今日の話はですね、まあただソロバン教室がね、これからどうやらなっていくのかみたいなこともね、合わせて喋っていきますので、ぜひねその辺もまあなんとなくでもいいんですけども、まあ聞けたら真剣に聞いていただければと思います。まあ今日の話はですね、やっぱりのこの外出、自粛要請がまあこの3月の終わりの土日から出てですね、まあ元々はオールジャパンという大会もあって、まあ日本経産技能連盟のね。理事長の先生も早めに、ね、本当に決断されてなかなか大変だったなっていうね、まあ、本当にまあね、思うばかりなんですけれども、まあ現段階ではですね、僕も全川崎手段競技大会っていうね川崎の大会に関わっているので、もう果たして、ね、どうなるかわからない。僕はただですね、川崎手段協会の、まあ、理事ではないので、まあ、僕に決定権はなく、3月31日にね、理事会というものがあるそうなんですが、まあ、そこでね、一つの決断がされるということで、今のところ午前中だけで何とか開催しようかなっていう、まあ、現時点ではですよ、現時点では僕が喋ってる時点ではそうなると思ってるんですけど、ちょっと正直どうなるかわからないっていうところですよね。少なくとも今4月12日までの、3週間ぐらいまではなるべく外出を、自粛してくださいっていうふうに言われてますし、一方でやっぱりソロバン教室もそうですよね。例えばこの県をまたがないとか、5つのね、都と県と今共同宣言が出てね、知事の。そういったところでですね、やっぱり、これ川崎から蒲田、うちのソロバン教室って蒲田にあるんですよね。実は県境にあるソロバン教室って意外と多かったりとかするんですけども、まあそうなってきた時に、当然生徒たちも来れませんし、で、うちは結構川崎とか蒲田駅と川崎駅と鶴見駅とかでなってるんですけど、まあ結構この川崎から川を渡って、東京都に来る生徒が結構多くてですね、で、その辺になってくるとですね、まあこれ実は数日前に、こういった時には、休会制度はないんでしょうかっていうふうに聞かれていたんですけども、今までの分ではね、休会に関しましては、もうすでに半年今現在、保護者専用ラインに入っている方だけですけれども、そういったグループがあるんですが、そこでは、半年、OK ですよということを言っておりましたが、その辺に関してもね、ちょっと土曜日と日曜日というか、ね、この週末、それから週明けに関してね、ちょっとしっかり決めていきたいかなというところもあります。で、本当にですね、先手先手とは思うのですが、一方で、やっぱり、大会がどうなるかっていうところ、検定がどうなるかっていうところ、そして、あまり多くは言えないですけど、大抵のやっぱり、飲食店とか、もう今大変でしょうし、それからどこかテナントを借りてやっているところっていうのは、大体のところがですね、実はその現金の余力っていうのがほとんどありません。まあ、持っても1ヶ月から2ヶ月というふうに、ニュースでも言われていますけれども、まあ、それがね、結構多くのソロバン塾もそうではないかなと。まあ、自宅でやってる、ね、いらっしゃる方は多分あんまり影響はないんですけども、僕のように一応蒲田の駅前でね、こうやって借りてやってるっていうところでは、やっぱりしっかりお月謝いただいて、しっかりできる限りのことをしていくと。で、3月はまあ YouTube ライブで授業したんですけども、4月もそういった形になるかもわかりません。ね、ただまあプリントに関してはね、頑張って準備をするとか、そうやって時差で、プリントを取りに来てもらってとか、そういった話をするかもしれませんけど、まあ、そもそも僕のソロバン教室では、LINE はもう24時間年中無休で、基本的には対応しているので、で何か困ったら、こんな練習方法がありますよとか、何か、例えば読み札、どんな、桁数読んでほしいとかって言われれば、まあ大体なるべく1日以内に対応して、そうやって問題を皆さんに送ったりっていうことも、やってはいます。で、やっぱり最大限ね、このピンチの中で、でも、やっぱりできる限り、もうこれはどちらかを取るっていうもので、できる限りやっぱり追求していきたいんですね。やっぱりその番の腕もみんなに落としてほしくない。そしてみんなの生活もなんとかギリギリ、規則正しい生活をしてもらいたい。そして、経済への影響も少なくしたい。そして、まあ、なんていうのかな、全員への、まあ、負けだから、なんていうんでしょうね。すべてがすべてうまくいくとは思いませんけれども、でもこのギリギリのところを、詰めていくっていう。例えば、その場の競技って、正確さとスピードっていうのを追求するんですよ。で、正確も追求しなきゃいけない。スピードも追求しなきゃいけない。これって結構矛盾してるんですよね。大変ですよね。ね、東京マラソンとかもね、この間3月1日ありますけれども、やっぱり両方を追求するってなかなか大変なんです。なかなか大変なんだけど、でもこれをやっぱり、考えていくこと。で、考えていって、皆さんにお伝えをしていくこと。うん、っていうことを、やっぱり、していかないとなとは思いますけれども、ただこれ一つですね、注意をしなきゃいけないのはですね、もう僕はちょっとこの経営者目線のちょっと話でこれやっちゃうと、ちょっと申し訳ないんですけれども、ですね、こういう時にですね、こういう3月、今ありましたよね。で、3月で、例えば生徒ずっと休んでる子いますよね。大体休んでる割合っていうのは、1割ぐらいなんですけどね。全然来てない子っていうのは1割ぐらい。1割いるかいないかぐらいなんですね、実は。
で、基本的にはソロバン教室に結構みんな来てます。うちのソロバン教室においてはね。で、うちのソロバン教室としては一応今のところ、換気をする。もう基本的には授業中窓を開けっぱなし。まあ、6階なんですけども、開けられるところは全て開けている。そして終わった後に、机の消毒。それから、あとは、まあ、なんていうんですかね。まあ、だからな、真ん中を開けて座るっていうんですかね。こう今ね、3つ、3席あるんですけど、なるべくこの真ん中の席を開けて座るというふうにね、いろいろ対処してたりというところで あるんですけれども、まあ、どうなるかわかりませんね。でもね、そうは言ってもね。だから、まあ、最大限できることはやりますし、で、本当に悩みますよね。で、さっきの話に戻ると、こういった、対策をしていて、で、一生懸命な人はですね、変な話ではないんですけど、僕には文句言わないんですよね。僕には文句言わない。例えば、給食制度って、先生、別に設けてないんですかってことね、こういったこと絶対言わないんですね。面白いんですけど。で、だけど、僕はそういう人に対しては、逆に、例えば聞かれたら、まあいいですよって言ってあげるかもしれないです。これは人間の心情の問題なんですよね。だけど、本当に言い方悪いんですけど、なんか休みが多い人とか、普段からね、休みが多いとか、振り替えが多いとか、検定参加しないとか、大会参加しないとか、ね、そういった生徒のお母さんに限って、そういったことを、言う方がいらっしゃるんですね。そういう方を、なんですよ。それは面白いんですけど。で、僕からしてみれば、この経営者っていう話をしましたけども、基本的には人間対人間なので、こういう時に僕は OK って言いづらいんですよ。で、マニュアルももともとありますし、規約に書いてある通りですって、やっぱり対応してしまいますよね。まあ、これ本当にぶっちゃけ話で、まあ、これ YouTube で喋る内容じゃないかもしれないですけど、だからね、皆さんね、最終的にはね、人と人なんですよ。ね、お金がどうのこうのじゃないんです。ね、お金がどうのこうのじゃなくて、人と人とのやっぱりつながりで、やっぱりきちんと、一生懸命コミット、してくれてる人には、やっぱりそれなりの僕は対応しますし、なんか言われた大会とか出ないし、言われた検定も受けないし、それからなんか遅刻とか欠席も多いし、なんていうか、ね、定期的に来る曜日のところ違う曜日に来ますみたいなことが多い人は、やっぱり、それは僕、だから皆さん逆の立場になって考えてみた方がいいと思うんですね。うん。これだからもう本当ぶっちゃけですよ。ぶっちゃけ。はい。ね。最近ジェームス・スキナーさんっていう人のね、オーディオとか聞いてるんですけど、あの人ぶっちゃけっていうんですよね。有名な経営者の方なんで、史上最強の CEO っていう本も出してたりするんで、ぜひね、まあ、その辺読んでもらえればと思うんですけど、まあいろんな、ことを思いながらですね、みんなストレス溜まってますよね。大変だと思います。大変だと思うんですけれども、そんな時だからこそやっぱり人と人との、関わり合いというところでですね、それは、やっていきたいなっていうふうに思っているのでね。まあ、これからもちろん検討はしていきますし、決まったことはバンバン、どん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 お伝えをしていくんですけども、まあ、この YouTube でもそうですし、Facebook でもそうですし、Twitter は、まあ、どちらかというと、まあ、僕の個人アカウントで、ちょっとふざけたアカウントみたいな感じで、ふざけたって言ったら、あれなんですけどね。ちょっとなんか砕けたって言ったら正しいのかな。まあ、そんな形でやっていますので、まずはですね、皆様、まあ、最大限ね、自分の健康に気を使っていただいて、それでもですね、経済を回さない限りはですね、後々大変なことになります。ね、経済を回せる人は回してもらって、テレワークでも何とかできる人はやってもらって、ね、本当に分散して、何とかね、もういろいろ考えることが多いんですけども、まあ、幸いと言ったらあれなんですけど、アバカススタジオというソロバン教室、僕やっていますけれども、4月の最初の週はもともと春休みなんですね。もともと春休みなので、その1週間のまた状況を見ながら、そこで皆さんにまた、状況をね、お話ししながら、ちょっとまた YouTube ライブ自体もですね、いろいろやっていこうかなっていう気もしています。外に出れない中でですね、まあ、ただ、なんていうのかな、僕も、まあ、当然、まあ、教室には来れるんですけど、教室には来れる中で、まあ、幸いなことにね、これが多分、20年、30年前だったら、もう本当、悶々としてるでしょうね。やることもないし、みたいな。やることがないわけじゃないですよね。新しくこの機会に、やっぱり賢い人っていうのはここで勉強を始めたりとかするんですよね。で、僕もちょっと何をしようかなっていう考えたときに、僕自身はやっぱり去年からやっぱり株式投資っていうのを、やっぱりちょっと真面目にやろうっていうか、やっぱりね、これはもう本当に完全に経営者、いや、でも経営者じゃなくても一緒ですよね。多分、ポートフォリオっていう考え方があるんですけど、例えば、人間って一つの、仕事だけやってたら、その仕事が例えば飲食店であれば、飲食店でもう回らないと。そしたら、自分の生活苦しくなりますよね。そうじゃなくて、やっぱりいくつか、自分でできることを増やしていくっていうのは、これは、ピンチの時には本当に役に立つことだと思うので、しっかり、勉強して、また、次の、10年で、まあ、どちらかというと10年に一度ぐらい、やっぱ大きな、こういったピンチって来るんですよね。そういった時に対処できるようにね。まあ、人間ってもうとにかく、なんかピンチなんか学ぶしかないです。もう学んで、でもそれでも失敗して、失敗するんですけど、失敗っていうよりも、どちらかというと、よく、それもジェームス・スキナーさんっていう方がいい言葉使ってるんですよ。失敗じゃなくて、それは学ぶ経験なんですよね。成功する経験か学ぶ経験なんです。
失敗から学んだら別にそれはさ学ぶ経験変わるので、まあ、それもその場教師も同じですけどね、罰を丸にするっていうことをやっぱりきちんとできるかどうか。で、僕よく言うんですよ、丸は丸のままで点数上がらない、罰を丸にしたら点数が上がるんだよと、ね、丸の問題いくらずっとやっても同じ点数ですね、全体の点数変わらないですよね。罰を丸にすることによって点数が上がるんです、ね、ちょっとずつ学んで、学んで成長するんです、ね、でそんな形でですね、まあ、いろんな話をしていきましたけれども、まあ、これからの状況どうなるかわからないんですけどね、皆さん、健康に気をつけて、過ごしていただければと思います。よくわからないまとまりの話でしたけどもね、皆さんね、外出自粛要請、まあ、一応出てますからね、何か、まあ、僕の YouTube を見て、その場頑張るときは頑張って、何か新しいことを学ぶときには、ぜひ YouTube とかでもね、いっぱい学ぶものがあります。僕だったら大人であればね、ニュースピックスですね、ニュースピックスアカデミアとか、まあ、ニュースピックス普通の無料の記事でもね、いっぱいあるんでね、今もう学べるものいっぱい増えてますね。ぜひその辺で学びを深めて、また、いろいろね、このチャンネルに出て、いろいろ僕とお話できる人もね、増えてくれれば嬉しいかなっていうふうに思ってます。それでは皆さん、良い一日をお過ごしください。さよなら。